ジョン・カーティス、S ・ブリティッシュ・エントモロジー・ボリューム号によるイラスト、白帯姫ヒカゲは、蝶目縦波蝶か蛇の目蝶赤に属する蝶の一種。茶色地の羽裏に、和妙となった由来の白帯が縦に通り、外縁に沿って6個の蛇の目模様が並ぶ。この蛇の目は、蛇の目蝶類で、一般的な金冠ではなく、赤色の冠である。北海道にのみ分布する蝶は、 こうした原色が入るものが多い。複眼には毛が生えておらず、これは森林性ではなく草原性であることを意味する。林園から道路沿い、河川敷などを緩やかに飛ぶ。日陰の謎は裏腹に明るい時間帯に飛翔し、日が陰ると見られなくなる。近縁種に姫日陰がいる。こちらは内地にのみ生息し、斑紋はかなり異なる。また姫日陰はほとんど花には来ないが、 本種はよく花に集まり休密する。幼虫の植草は、ヒカゲスゲ、カミカワスゲなどのカヤツリグサ科植物。卵は植草あるいはその付近に独立して産み付けられる。年一化成で、成虫は6月上旬から7月にかけて発生。越冬体は4例幼虫。生息地は、北海道中、東部で局所的に分断されている。国外では、ユーラシア大陸。 札幌周辺アシュ、CH ネヘッパーサイス。ありがとうございます。